くるみを石焼きの鍋で火を通してみたら綺麗に割れましたね。ちょっと剥いてみましょうか。これはヨーグルミです。ヨーグルミの方が早く割れましたね。おー、ナッツのいい香りがしますね。ほうほう、うん、これもまた山の恵みですね。うん、香ばしいな、美味しい。日本に在来している和ぐるみ、初めて私もね見ましたけど、これ剥いてみると綺麗ですね。あのヨーグルミと比べて小ぶりなんですけど、殻の開くタイミングとか、全然熱の加えるべき加え方とかちょっと違うんですけどね、これだけ綺麗に剥けましたんで、ちょっと食べてみましょう。あ、味わいもヨーグルミと全然違う。より淡白かな、こっちの方が。でも綺麗ですね。あの殻からポロッとこう身が綺麗に出るのは和ぐるみの方で、ヨーグルミの方はね、なかなかあの殻にくっついてしまってて、取るのがちょっと大変なんですけどね。ヨーグルミは香りが結構強いかな。うん、くるみ美味しいですね。山の恵みです。